ルで今日食べたものっていう動画にしていきたいと思います。皆さん、ヴィーガンっていう言葉聞いたことありますか？今欧米とか世界中でかなり人口が増えている食生活、ライフスタイルのことを言うんですけども、簡単に言うと動物性の食品を一切取らないライフスタイルのことを言います。で、今日はご参考までに何を食べたかっていうのをご紹介していきたいと思います。では早速朝ごはんからご紹介していきます。今日はフルーツとチアシード入りヨーグルトにします。乳製品不使用の豆乳ヨーグルトに対して10分の1の量のチアシードを混ぜて夜のうちから12時間以上置いておきました。朝には粒がゼル状になっています。お好みのフルーツを加えて出来上がりです。これプラス米粉パンを食べる時もあります。今日は表参道のシティショップヌードルさんにやってきました。自分の好きなヌードルやデリを選んでいくスタイルです。まずは5種類のヌードルから、私はヴィーガン、グルテンフリーのライスヌードルを選びました。ヌードルの味はヴィーガン担々にしてみました。続いてデリ選び、お肉やお魚もあれば野菜やスーパーフードも豊富、色鮮やかです。このキヌアミックスとワハーブ、トッピングとドリンクを選んだらカスタムプレートの完成です。シトラスフルーツのコールスローとシーズナルベジタブルソテーのデリ2つつけましたが、これでかなりボリューム満点です。麺もピリ辛でとっても美味しかったです。去年10月にオープンした隣のアルフレッドティールームにも寄りました。ミレニアルピンクを基調とした LA 発で話題のティーブランドです。チャイ以外はソイミルクに変更できてボバも入れられます。ヴィーガンスイーツもたくさん置いてありました。はい、ということで家に戻ってきました。今日の夜ご飯は母に教えてもらったレシピでキャベツとレンジル豆のトマト煮込みっていうものを作っていきたいと思います。すごく簡単で私もよく作るレシピなので、よかったら皆さんも試してみてください。材料はこちらで、右下のレンジル豆はカルディで購入しました。他のレンズ豆やひよこ豆でも OK です。お豆がないときはひき肉タイプのソイミートを使うこともあります。最近はスーパーでも見かけるようになりました。だしは動物性素材不使用の欧風だしです。いろんなメーカーさんから出てますが、今日はこれを使ってみます。ホールトマトは中身を出した後、1缶分の水も用意します。しいたけは薄切り、キャベツはざく切り、ホールトマトは中身を開けて手で潰しておきます。鍋にオリーブオイルを入れ、生姜と椎茸を炒めたら、1缶分のお水、だし、レンジル豆を加えて中火で煮ていきます。お豆の周りが半透明になるくらい柔らかくなったら OK です。そこへ潰したトマト、キャベツ1/2個分を加えます。これでまだ半分の量なので残りも加えます。5分ほど煮込むとクタクタになっていきます。そこへ芽キャベツも入れます。ブロッコリーや他の野菜でも大丈夫です。さらにケチャップ大さじ5、醤油小さじ1、今日は減塩醤油です。塩小さじ1/2、そしてイタリアンハーブも加えます。だいぶ煮えてきました。お好みでブラックペッパーを入れたり、富士精油さんのビーガンチーズを入れたりするのも好きです。こうやって加えると柔らかく溶けてチーズのような食感を味わえます。熱が加わるとトローンと伸びるんです。これで出来上がりです。サラダやマッシュポテト、そしてご飯やパンなどと合わせていただきます。この動画を気に入っていただけたらグッドボタン、まだの方はチャンネル登録もお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ他の動画もチェックしてみてください。